ドラマ CD 炎のミラージュバイト地獄巡り編。はあ、宮の赤いママチャリ借りて毎日通学とは我ながら情けねえぜ、ったく。いや、まったくついてねえよな、バイク壊すなんて。だいたい姉さんがシグナルレースなんか仕掛けてくるからいけないんだぞ。バイクが、俺のバイクが。回避が甘いわよ、ドージ。だとてめえ。こいつのおかげで助かったぜ。ちくしょう、なんなんだよあの女。大丈夫かお前、怪我なかったか。そうか、よかった。でもなんだって急に飛び出してきたりするんだよ。どうすんだよ、ローンはまだ半分も残ってるっていうのに。仕方ねえからまたバイトでも始めっか。レギュラー満タン3520円になります。ありがとうございました。おらいおらいおらい、いらっしゃいませ。こちらにどうぞ。はい、よく満タン、ビシッと頼むぜ。ん、その声、窓越しに見える夏でもないのに派手なアロハ姿は。ん、あれ影虎じゃねえか。やっぱり千秋。作業着着て帽子かぶってっから気づかなかったぜ。で、何やってんだこんなとこで。ああ、聞いてくれるか千秋。実はな、これこれしかじかというわけで。なるほど、そりゃ災難だったな。同情してくれんのか千秋。お前って本当にいいやつ。なわけねえだろ、甘ったれんじゃねえよ。世の中そんなに甘くはないぜ。なんだよそのやけに嬉しそうな表情は。当たりめえだろ。普段は仕方なく主従の関係に甘んじてるこの俺様だが、今日ばかりは立場が逆ってわけだ。だからどうした。それにお前の態度の一体どこが主従関係に甘んじてんだよ。そんな気配のかけらも感じられねえぞ。相変わらず鈍いやつだな。鈍いお前のおかげで普段俺がどんなに苦労してるかも知らねえで、この際常日頃の貸しをたっぷり返してもらうぜ。覚悟しやがれ。お前ってやつは。おらおら、つべこべ言わずにさっさと働け。めえ、調子に乗りやがって。いい度胸だな。従業員のくせに客を恫喝するつもりか。そんなことしてタダで済むと思ってんのか。そうか、そんなにクビになりたいんだな。だろ、待って。分かった分かった、よく満タン入れりゃいいんだろ。なんだよそのやけくそな態度は。はいはい、分かりました。はい、よく満タン入れさせていただきますよ、お客様。わかりゃいいんだな。俺が客でお前は従業員、そこんとこ忘れんなよ。はい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 。たく、こいつがこんなに執念深いやつとは知らなかったぜ。なあ、なんか言ったか。お客様は神様です。そうそう、バカ虎を調教すんのは苦労するぜ。終わりました。4150円になります。ありがとうございました。まだ終わっちゃねえぜ。か、ついでだからタイヤ交換すっかな。必要ねえだろ、まだ新品じゃねえか。てめえ、従業員のくせに客に向かって意見するつもりか。とんでもない。
やらせていただきます。よしよし、いい心がけだ。まあ、めんどくせえことやらせやって。まさか嫌がらせじゃねえだろうな。お前にしちゃ珍しく勘がいいじゃねえか。何ちんたらやってんだよ。まったく容量の悪いやつだな。すいませんね、まだ慣れてないもんで。おっせえな、日が暮れちまったぜ。さっきから5分も経ってねえだろ。待ちくたびれたぜ。お日くらいサービスしろよ。気が利かねえな。ああもうごちゃごちゃうるせえんだよ。何うるせえだと。ああいやいやいや、心の声で。コーヒーですね。ただいまお持ちします。お待たせしました。おう。パッ、なんだこのコーヒーは。タバスコ入りじゃねえか。え、まさか。やだな、お客さんも気のせいじゃないですか。この野郎、いい根性してんじゃねえか。なんか言われました。いや別に。そうですか、これでよしと。はい、タイヤ交換終わりました。まだ終わっちゃいねえよ。しつこいですね、お客さんも。当たり前だろ。このままおめおめ引き下がれるかってんだ。落ち着いて。お次は何をいたしましょう。そうだな、オイル交換しとくか。はいはい、オイル交換だぜ。ずいぶんと楽しそうだな。言っとくが、オイルの代わりに水入れようなんて考えんなよ。読まれたか。わあ！なんだよ。この野郎、俺の大切なレパートに指紋つけやがったな。どこに。ピカピカじゃないですか。てめえの目はくしゃらか。ああ、この虫眼鏡でよく見てみろ。ってなんで虫眼鏡なんか持ってんだよ。俺はアウトドア派なんだよ。見ろ、ここに指紋が一つくっきりついてんだろうが。これ？でもどうして俺の指紋だってわかるんだよ。指かせんくらず。てめえの指を見てみろ。こんなひねくれたぐるぐる渦巻きはお前しかありえねえんだよ。ああ、ほんとだ。大騒ぎするほどのことじゃねえだろ。こんなもん、こうして。汚れ雑巾で拭くな。俺の命の次に大切なレパードを傷漏れしやがって。こうなったらタダで洗車してもらうからな。何？いい加減にしないか、流して。なえ、さっきから聞いていれば無理難題を押し付けて。さっきからいたのか。はっ、俺はただ世間の厳しさってやつをこいつに教えていただけだぜ。こいつとはなんだ、こいつとは。ご安心ください、高江さん。バイクのローンくらい私がゴールドカードでお支払いいたしますから。え、偉そうに言うなよ。ファミリーカードだろうがこの野郎、この放蕩息子が。口を慎め、長秀。影虎様ともあろうお方が油まみれになって働くなどと。このままでは私は献身校に顔向けができません。さあどうか私のゴールドカードをお受け取りください。そうか。でもいいのかな、甘えちゃって。もちろんですとも。さあ遠慮なさらず私のゴールドカードを。お前がそうやってゴロ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 甘やかすから、どんどんつやがって手がつけられなくなっちまうんだよ、この野郎は。誰がつけやがったって。この野郎とはなんだ、この野郎とは。いいんですよ、高谷さん、つけやがって。直江、どんどんつけやがって甘えてください。そして私の胸に飛び込んできてください。ついに本音が出たな、直江。さあ高谷さん、私の胸に飛び込むのです。さあ。冗談じゃねえよ。ローンくらい自分の力で何とかする。人の手なんか借りねえよ。高谷さん。残念だったな、直江。お前のお情けなんか受けたかねえってよ、こいつは。こいつとはなんだ、こいつとは。こいつで悪かったらバカトラか。バカトラとはなんだ。いやしくも影虎様に向かって。バカトラで悪かったらダメトラだ。それは意味が違うだろう。それに今年のダメトラはちょっと一味違うかも。じゃあこのタコでもいいんだぜ。タコとはなんだ。タコとは、大体タコとは軟体動物であって。うるせえ。
高谷さん、どうしたタコ。てめえらいい加減にしろ。黙って聞いてりゃバカだのタコだのカスだの言いたいこと言いやがって。カスとは言っていませんよ。てめえ、俺のレパート蹴りやがったな。てめえとはなんだ。てめえとは、ほらほら、バッチリ指紋もつけてやるぜ。あたった、両手でベタベタ触るな、このクソトラ。クソトラとはなんだ。品が悪いぞ、流して。俺のレパートが、レパートが、へーへー、黙りやがれ。この野郎、ただじゃおかねえ。ちょっと飲んだよ。あー、すっきりしたぜ。あはは、もうたーっと、レパート様に謝れ。かわいそうな高谷さん、よほどバイトがおつらいのですね。やはりあなたを放ってはおけない。ご安心ください、陰なら私がしっかりお守りいたしますから。